深淵。一。ちょうど阿弥陀ヶ峰の真下にあたるところで、清水寺の鐘も近く聞こえ、歌の中山と鳥延山に囲まれて、ここの小さい谷間は静かでもあり、また、空風の当たる寒さもよほど違う。その小松谷まで来ると、ここじゃよ。 わしの仮住まいは、なんとのんきなものだろうが。青木丹座は、連れてきた明美を振り返って、薄髭の生えている上唇を向いて、にやりと笑う。ここですか。失礼とは思いながら、明美はつい問い返した。ひどく荒れている一羽の阿弥陀堂なのである。これが住まいというならば、 この付近には、道東伽藍の空き家が随分少なくない。この辺りから、黒谷や吉水の辺りは、念仏門発祥の地であるので、祖師親鸞の遺跡が多いし、念仏行者の放念坊がさぬきへ流されるその前夜は、確かにこの小松谷の御堂とやらにあって、随人の諸弟子や、木への公家や、前男女たちと、 別れの涙を絞られたものであるそれは証言の昔の春だったが今夜は散る花もない冬の末お入り丹沢は御堂の縁へ上がって格子戸を押し開けそこから手招きをしたが明美はためらって彼の行為に従ったものか他へ行って 一人で寝場所を探したものか迷っている様子に見える。この中は思いのほか暖かいのだ。わらご座だが敷物もあるしな。それともこのわしまでさっきの悪者のように怖い人間と疑っているのか。明美は顔を横に振った。 青木丹座が人の良い人間らしいことには彼女も安心しているのである。それに年配も五十を超えているし。だが彼女がためらっているのは彼の住居と称するお堂の汚さと彼の衣服や皮膚の赤から匂う不潔さであった。だが他に泊まるところのあてはないし、また赤壁やそばにでも見つかれば 今度はどんな目に遭うか知れないし、それになお明美は、体が熱っぽくて、気だるくって、早く横にでもなりたい気がしきりとするので、いいんですか階段から上がりかけると、いいとも、幾十日住んでいようが、ここなら誰も怒って気はせんのじゃ。中は真っ暗である。 コウモリでも飛び出して木はしまいかしらと思われるほど暗い。お待ち。丹座は隅で火打ち石をカチカチ吸っているのだ。どこで拾ってきたか探偵に明かりがつく。見れば、鍋、瀬戸物、木枕、むしろなど、一通りのものは拾い集められてある。湯を沸かして、 これから蕎麦書きを地走してやろうと言い、七輪の欠けたようなものへ墨を継ぎ、つけ木をくべ、火種を作って、ふうふうと火を吹き始める。親切な人。少し落ち着いてくると、明美は不潔も気にならなくなり、彼の生活に彼と同じ気安さが持ててくるのだった。そうそう。 熱があって体がだるいと言っていたのう。大方、風邪だろう。蕎麦がきのできる間、そこに寝ていさっしゃれ。むしろだの、米俵だ,だので、隅へ寝床ができている。明美は、そこにある木枕へ自分の持っている紙を当てて、すぐ横になった。上からかぶる襖の代わりに、 それへ備えてあるのは、これもどこかで拾ってきたものらしい、破れた神子がや。じゃあ、お先に。さあさあ、何も心配しないがいいぞよ。すみません。と、手を使える。そして、渋髪の布団を引きかつごうとすると、その下から何か、 電光のような目をしし、た生き物が飛び出し自分の頭を越えたので彼女はキャッと言ってうっぷした2だが驚いたのは明美よりはむしろ青木丹座の方で鍋へ開けかけていたそば粉の袋を取り落として「あなんじゃ?」。膝を真っ白にしてしまった。 明美は打ち伏したまま、何か何だか知れませんがネズミよりもっと大きな獣が隅から飛び出して言うと丹沢、リスじゃろと見回してリスのやつめがよう食い物を嗅いで来おるでなだがどこにも何も言わせぬが明美はそーっと顔を上げ あれそこにどこに浮腰をめぐらして丹座がふと後ろを見るとなるほど一匹の動物が仏具も本尊物もない内人の乱のうちにちょこなんと乗って丹座の目が向くとびくとしたように尻をすくめるリスではない小猿なのだ丹座が不審顔すると小猿は この人間、組しやすしと見てとったか、内人の明けの乱をスルスルと2、二三度往復をしてから、また元のところへ座って、毛の生えた桃に似ている面構えをケロリと上げ、パチパチ瞬きをしながら、何か物でも言いたげな風情。こいつ、どこから入ってきたのじゃろうはあ、はあ。 だいぶ飯粒がこぼれていると思うたら、さては。さては、という言葉がわかるように、小猿は彼が近づく先に逃げ出して、内人のちへぴょんと隠れてしまう。はっはっは、とんだ愛嬌者じゃわ。食べ物でもくれてやれば悪さはすまい。ほっとこう。膝の白い粉をはたいて、 鍋の前に座り直しながら。明美、何も怖いことはない。おやすみ。大丈夫でしょうか。山猿ではない。どこかの海猿が逃げてきたのじゃろ何、なに、心配があるものか。ヤグはそれで寒くはないかい,いえ。寝たがよい、寝たがよい。 風は静かに寝ていさえすれば治る。鍋へ粉を入れ水を入れそしてぐるぐる箸の先でかき回すかけし輪に炭火はカッカと起こっている鍋をかけておいてその間に丹沢ネギを刻み始めたまな板はこの御堂にあった古机 包丁は小塚の錆びたものらしい。刻んだネギは手も洗わずに木皿へ移し、その後を吹けばそのまま次には善に変わるのである。くつくつと鍋の湯のたぎる音がだんだんこの中を温めてきた。枯れ木のような膝を抱え込み、丹座の植えた目が湯の泡を見ていた。人間の白くは、 この鍋の中に尽きると言わないばかりに、その煮えるのが楽しみらしく見える。いつもの晩のように、清水寺の方で鐘が聞こえる。もう勘業は済んで初春も近いが、師走が押し詰まると、人の心の煩いが多いと見え、よもすがら、ワニ口を振る音だの、おこもりをする者の栄華の哀れな声が絶えない。 わしは、わし自身の咎を受け、こうして罪状の償いをしているようなものだが、上太郎はどうしているかな。子には何の咎もないはず。親の罪は親にこそ報え。南無観世音菩薩、上太郎の上に大事の身瞳ありたまえ。 そばがきを焦げつかないように、そっと箸で浮かしながら、親と名のつく者の弱い心の底から祈りを込めていると。いや突然、寝ている明美が、締め殺されでもするように叫んで。ち、ち、ちくしょう見れば、寝息のうちに目を塞いでいながら、木枕に顔を押し付けて、 さめざめと泣いているのであった。三。自分の上ごとに、明美は目を覚まして。おじさん、私今、寝ているうちに何か言いましたかびっくりしたわさ。丹沢は枕元へ寄ってきて、彼女の額を拭いてやりながら。熱のあるせいじゃろ。 ひどい汗だ。何を言ったでしょういろいろ色々って明美は熱っぽい顔を余計にあからめて恥じるように、神ヶ谷の襖をその顔へかぶった。明美、お前は心で呪っている男があるのじゃな。そんなことを言いまして。 うん。どうしたのだ男に捨てられたのかい,いえ。騙されたのかい,いえ。わかった。丹座が一人合点すると、明美は急に身を起こして。おじさん。わ、私、どうしたらいいんでしょう人には話すまいと思った。 一人悩んでいた住吉での恥ずかしいことを明美の体中の怒りと悲しみはどうしても彼女の口からそれを言わせずに置かないのである突然丹三の膝にすがりつくとまだ上ごとの続きのようにおえつしながらあのことを喋ってしまったふんうん。 熱い息を鼻の穴から漏らした。耐えて久しい女性の匂いというものが彼の鼻にも目にも染みる。この頃は人間の悪というものが抜き切って、寒寒古木に等しい余生の肉体とばかり自分でも思っていた感能に、急に熱い血でも注ぎ込まれたような膨らみを覚え、自分のあばらの下にも、 肺と心臓がまだ生きていることを珍しく思い出した「ふーん吉岡清十郎というのはそのようなけしからぬことをするやつかの」問い返しながら丹沢も心の内で清十郎という人間を憎んでも飽きたらぬ人間のように憎んだけれど丹沢の老いたる血をそれほど興奮させているものは 義憤ばかかりではなかった不思議な嫉妬心の働きがあたかも自分の娘が犯されでもしたかのように彼の肩を怒らせるのだった明美にはそれが頼もしき人に見えこの人ならもう何を言っても安心と思い込んで「おじさん私死んでしまいたい死んでしまいたい」 彼の膝へ泣き顔を当ててもがくと、丹座はあらぬ心地に少し等枠顔にさえなって。泣くな泣くな。お前が心から許したわけではないから、お前の心までは決して汚されておりはせぬ。女性の命は肉体よりは心のものじゃろう。さすれば低層とは心のことだ。体を任せないまでも、 心で他の男を思うとすれば、その瞬間だけでも、女のミサオは、汚らわしく汚れたものになっている。明美には、そんな観念的な気休めに安心はしていられないらしく、丹座の衣を通すほど熱い涙を流し抜いて、なお、死にたい、死にたい、を言い続ける。これ、 泣くな、泣くな。丹座はその背中を撫でてやっていた。だが白いうなじのおののきを同情しては見られなかった。このきめのいい肌の香りももう他の男性に盗まれた後のものかとつい思うのだった。さっきの小猿が鍋の近くへいつの間にか来て、 何か食べ物をくわえて逃げた。その物音に、丹座は、明美の顔を膝から落として、こいつめと、拳を振り上げた。丹座にはやはり食べ物の方が、女の涙よりは重大に心を打つらしい。四、夜が明けた。 朝になると丹沢は、町へ宅発に行ってくるでの、留守を頼むぞよ。帰りには、措置の薬、温かい食べ物、それから油や米なども求めてこねばならんでな。雑巾のような毛さをかけ、尺八と傘を抱えて阿弥陀堂から出て行った。傘は、天外ではない。 当たり前のタケノコ傘である。尻切れ草履をビタビタ吸って雨さえ降らなければ街へ行骨に出かけるのだった。かがしが歩いているように鼻下のひげまでがみすぼらしい。ことに今朝の丹座はしょぼしょぼしていた。昨夜は一晩中よく眠れなかったのである。あんなにもだえたり、 泣き悲しんでいた明美の方は、温かい蕎麦湯をすすると、一汗かいて、深々と眠りに落ちてしまったが、丹座の方は、明け方までまんじりともしなかった。その眠れない原因が、今朝もまだ、うらうらと澄んでいる日の下へ出てきても、まだ頭の芯に残っていて、とつこうつ、それが心にこだわって離れない。 ちょうどおつうぐらいな年頃だと思うお通とは気立てがまるで違うがお通よりは愛くるしいお通には気品があるが冷たい美だ明美のは泣いても笑っても怒ってもみんなそれが怖くになるその怖くが強力な光線のように 丹座のすがれた細胞を、夕べから活発に若やがせているのだった。しかし、なんといっても争えないのは年である。寝返りを打つたびに、明美の寝姿を気にしながら、すぐ別な心が。朝さましや。俺という人間は、一体どうしたものだ池田家の譜代として、 れっきとした火力のついていた家柄を潰し、姫路の半地からこのように流浪三階の落ちぶれの身となり終わったのも、元はといえば女のためではないか。お通という女に、ふと今のような煩悩を起こしたのが元ではないか。そう戒めて、自ら。まだ証拠りもつかないのか。 と叱ってみたりまたああ尺八を持ち今朝はかけているがまだまだ俺はフケの長命な御堂には遠いものだ露心風体の悟りにはいつなれるのやら残機の目をつぶって無理に眠ろうとして明け方に至ったのであるその疲れが 彼の今朝の影によろよろとこびりついていた。そんな邪心は捨てよう。しかし、愛くるしい娘だ。また不憫な痛手を負っている。慰めてやろう。世間の男性は、そう式場の鬼ばかりでないことも知らせてやろう。帰りには薬と、 何を求めてきてやろうか。今日一日の行骨が明美の喜びになると思えば、これは張り合いのあることじゃ。それ以上の欲望は慎もう。やっと心がそこへ落ち着いて、いくらか顔色がよくなった時である。彼の歩いていた崖の上で、バタッ 大きく翼を打って、一羽の鷹の影が火をかすめた。丹座が顔を上げると、葉の落ちているくぬぎ林の小からその顔の上へ、灰色の小鳥の毛が綿を回したように飛んできた。鷹は捕まえた小鳥を爪にかけて、その軸上まっすぐに上がっていた。翼の裏を下へ見せて、 あ通ったとどこかで人生が響き続いて鷹の持ち主の口笛が流れた5間もなく延年寺の裏坂の方からここへ降りてくる仮自宅の二人連れが見える一人は左の拳に鷹を据え獲物を入れる網袋を大小と反対の方へ下げ 後ろに、はしこそうな茶色の猟犬を連れていた。四条道場の吉岡聖十郎なのである。もう一名は、聖十郎よりずっと若くて、体つきはかえって剛健にできているが、派手やかな若衆そ袖に、背中へは三尺余りの大太ちを斜めに追い、髪は前髪立ち。といえばもう、 あとは説明するまでもなく、あの、元竜、佐々木小次郎の他の何人でもない。そうだ、この辺だった。小次郎は立ち止まって、辺りを眺め回しながら言う。昨日の夕方、わしの小ざるめが、その狩犬と争って尻尾を噛みつかれ、それに懲りたか、この辺りで隠れ込んだまま、とうとう姿を見せなかったが、 どこかそこらの木の上にでも位は狭いか。いるものか。猿にも足がある。と青十郎は、興のない顔つきで。一体鷹を使うのに猿など連れて歩くという法はない。と、そのあたりの石へ腰掛ける。小次郎も木の根に掛けて、何も連れて歩くわけではないが、 あの小猿目がついてくるので仕方がない。けれど、なんとなく可愛いやつで、そばにいないと肌寂しいのです。猫だのチンだのという動物を愛武するのは、女子か暇人だけだと思うていたら、恩美のような武者修行が小猿を愛しているところを見ると、一概に言えないものだな。毛間包みで実際に見ている小次郎の件に対しては、 十分尊敬を払ってはいるが、他の趣味とか書生の方とかにおいては、やはり、乳臭い点が多分に見える小次郎だった。やはり年だけは、年だけのものだという反面が、あれからのち、たとえ三四日の間でも、一つ屋敷に住んでみるとよくわかった。で、聖十郎は、 彼に対して人間的な尊敬は大して払わない代わりに、付き合いはかえって強い気持ちがして、この数日ですっかり親しみを加えていた。あっはっは小次郎は笑って。それは拙者がまだ幼稚だからですよ。今に女の方でも覚えれば、猿などは捨てて帰り見なくなるでしょう。と言った。 それから小次郎がのんきな雑談を始めると、聖十郎は反対に何か落ち着かない顔色が濃くなっていく。自分の拳に据えている鷹の目のように、絶えずイライラする風が瞳の底に光るのである。なんだあの小無双目は、さっきから我々の方をじっと見て立ち止まっておる。 不意にとがめるように清十郎がつぶやくので小次郎も振り返ってみたのである清十郎がうさんくさい目をやって寝めつけたのはもちろんその時までぼんやりとあなたに佇んでいた青木丹座で丹座はそれとともに背を向けてとぼとぼと向こうへ歩き出していた「巌流殿」そう言うと 生十郎は何を思い出したのか、突然、腰を上げていった。帰ろう。どう考えても、鷹狩りなどをしている場合でない。今日はもう暮れの二十九日。帰ろう。道場へ。しかし小次郎の方は、その焦燥を、また始まったと言わないばかり冷笑して、<laughs> せっかく、鷹を据えてきたのに、 まだ山場と一羽に、つぐみ二三羽しか取っていない。もう少し山へ登ってみようじゃないか。よそう。気の進まぬ時には、高も思うように飛ばぬものだ。それよりは道場へ戻って、稽古だ稽古だ。独り言のように言い捨てた語尾には、普段の聖十郎とは違った熱があった。小次郎が嫌なら、 自分一人でも先へ帰りそうな様子であった。六。帰るなら、一緒に帰る。小次郎も共に歩み出したが、愉快ではない顔色だった。清十郎殿、無理にお勧めして悪かったな。何を。昨日も、今日も、鷹狩りを進めてあなたを連れ出したのは、 この小次郎ですから。いや、ご行為はよくわかっている。だが、暮れではあるし、気候にも話したごとく、宮本武蔵というものとの大事な試合も、目標の間に近づいている場合ゆえ。私は、それゆえにあなたへ、高でも放って、悠々と気を養うことをお勧め申したわけだが、あなたのご気質では、それができないと見える。 だんだん噂を聞くと、武蔵というものは、そう見くびれない敵らしいのじゃ。しからば、なおさらこちらは、迫らず、慌てず、心を練っておかねばなりますまい。何も慌てているわけではないが、敵を侮るということは、兵法の最も戒めるところだ。試合までに十分練馬をしておくのは当然じゃと、拙者は思う。 その上で万一にも破れを取るようなことがあったとすれば、これは最善を尽くしての負けだ。実力の差だ。どうも致し方はないが。小次郎は聖十郎の正直さには好意を持てるが、奇遇の小さなところが同時に見えすぎて、これではとても吉岡憲法の名声と、 あの大きな道場等を長く受け継いで行ける器量ではない、と、密かに気の毒に感じるのだった。まだ、弟の伝七郎の方が、ずっと線が太い、と思う。だがその弟と来ては、これは手のつけられない宝珠で、腕は兄の青十郎よりも強いそうであるが、加盟もヘチマもない。 いわゆる責任なしの次男坊に出来上がっている。小次郎はその弟にも紹介はされたが、点で肌合いがぴったりしないし、かえってお互いに最初から妙な反感さえ抱いてしまった。この人は正直だ。だが昇進だ。助けてやろう。こう考えたから小次郎はわざと鷹を持ち出して、 武蔵との試合などは念頭から忘れるようにわざとそばから仕向けているのに、当の清十郎の身になるとそう悠然とは構えていられないらしいのである。これから帰って大いに連馬するのだという。その真面目さはいいが、一体武蔵と会うまでにこれから幾日その練馬ができるのかと小次郎は聞きたい気がする。しかし、 性分だこういうことは、助立にならないことを小次郎は痛感した。で、黙々と帰り道に突きかけると、今しがたまで足元にいた茶色の狩犬が、いつの間にか見えない。わん、わん、わん遠くの方で、竹け,けしい鳴き声がしているのだった。あ 何か獲物を知らせているらしい。小次郎はそう言って瞳を輝かしたが、青十郎はいらざる犬の働きと言わないばかりに。捨てて行こう。捨てて行けば後から追いかけてくるだろうから。でも、惜しむように小次郎は。ちょっと見て参るから、あなたはそこで待っていてください。犬の声を目当てに小次郎はかけて行った。 見ると、七軒四面の古びた阿弥陀堂の縁側へ、狩犬は駆け上がっているのだった。そして、破れ果てた窓口の瞳へ向かって、吠えては飛びかかり、踊っては転げ落ちたりして、そのあたりの二塗りの柱や壁縁を、めちゃめちゃに爪で掻き立てているではないか。七。 何を嗅ぎつけてこう吠えついているのだろうか小次郎は猟犬の飛びかかっている窓とは別な入り口へ立った御堂の格子戸へ彼は顔を寄せてみた中は漆壺を覗くようで何も見えないがらりと彼の手から扉を引く音が響くと犬は尾を振って 小次郎の足元へ踊ってきたしっ蹴飛ばしたが犬は気が立っていてひるみもしない彼が御堂の中へ入るとさっとたもをくぐって先へ駆け込んでいったとすぐに小次郎の耳へつんざいてきたのは思いも受けていなかった女の叫びであるそれも 並々ならぬ驚き方であって精一杯の金切り声が生きり立つ犬の声と途端に凄まじい戦いを巻き起こし御堂の針もために避けるかのように人常二色の音響がぐわんぐわんとこもって鳴るいや小次郎は駆け寄ったその一瞬に犬のたけっている目標の何であったかも分かったしまた 必死に声を持って挙動している女性の姿も目に映った。神子がやをかぶって、明美は今も寝ていたのである。そこへ、猟犬の目に見つけられた小猿が窓から飛び込んできて、彼女の後ろへ隠れた。犬は小猿を追い詰めてきて、明美へ噛みつきそうにした。キャッと明美が仰向けに転んだのと、 もっと強い獣の悲鳴が、小次郎の足の先から発したのとほとんど一緒で、間髪の差もなかった。痛い痛い泣くように、あけみはもがいた。犬の口は大きく開いて、彼女の左の二の腕をくわえていた。くっ、これか小次郎が二度目の足で、また犬の火バを蹴飛ばした。 けれども犬は彼の初めの一蹴りでもう死んでいたのであって、さらにまた蹴っても明美の腕を加えている大きな口は離れなかった。離して離してもがいている彼女の体の下から小猿がぴょいと飛び出した。小次郎は犬の上顎と下顎へ両の手をかけて、こいつめバリッ にかわをはぐような音がした。犬の顔はもう少しで二つになるところでぶらついていた。それをブーンと戸口から外へ投げ合って、もういいと明美のそばへ座ったが、彼女の二の腕は決してもういいどころの状態ではなかった。真っ白な腕が ひボタンみたいに血潮を吹いている。その白さと赤さに、小次郎はブルルと自分にまで痛みと震えを感じた。酒はないか傷を洗う酒はいや、あるまいな。こんなところにあるはずはない。はて、どうしたものぎゅっと彼女の腕を押さえていると、熱い液体が、 自分の手首へもさらさらと溢れてくるのだった。もしかして、犬の歯の毒でも受けたら気違いになってしまう。この間うちから気狂いじみていた犬だ。とっさの処置に迷いながら小次郎がそうつぶやくと、明美は痛そうに眉をしかめ、白いうなじをうつつにそらしながら。え気狂いに いっそのことも、気狂いになりたい。気狂いに。ば、バカな。小次郎はいきなり顔を寄せて、彼女の二の腕の血を口ですすった。口の中へ血がいっぱいになると吐き捨てて、また白い肌を頬張った。八。黄昏になると、青木炭座は、 一日の宅発からとぼとぼ帰ってきたもう薄暗くなっている阿弥陀堂の扉を開けて明美寂しかったろ今戻ってきたぞよ途中で求めてきた彼女の薬だの食べ物だの油の壺などを隅へ置いてお待ち今明かりをつけてやるからのしかし 明かりが灯ると、彼の心は暗くなった。おやどこへ行ったのじゃ明美明美彼女の姿は見えないのであった。冷たいものに拒まれた自分だけの情愛が、むっと、やり場のない憤りに変わって、彼は目の前も世の中も暗くなった。その怒りが冷めると、 何とも言えない寂しさに囚われて丹座はこの先とも若くなりようはないし栄誉も野心も持てないと決まっている我が老いの身一つを見いだして泣きたいように顔をしかめた人に助けられた上あんなに世話になっておきながら黙って出て行くとはああやっぱりそれが 世間なのかな今の若い女はそうなのかなそれとも、わしをまだ疑って。丹沢は愚痴っぽく呟いて、彼女の寝ていた後を才欺な目で見回した。見るとそこに帯の端でも裂いたような小切れが捨ててあった。その布には少し血がついている。 丹沢余計に邪水が働いて不思議な嫉妬に駆られるのであった。いまいましげに彼は藁の寝床を蹴飛ばした。買ってきた薬も外へ打ち捨ててしまう。そして一日の餃骨に胃は上抜いているのであったが、晩の食べ物を作りにかかる気力も失せたように尺八を持って、あ,あ。 ああ阿弥陀堂の縁へ出てゆくそれからおよそ半時ぐらいの間というものとりとめもなく彼の服尺八は彼の煩悩を虚空へ遊ばせていた人間の情欲は墓場に入ってしまうまでは形を変えても人体のどこかに輪のように元素的な潜在を持っていることを 丹座の服尺八は国空へ自白していたどうせ他の男性に勝手にされてしまうあの娘の宿命なら何も自分だけが姑息な道徳の通念に縛られて一晩中寝苦しい思いなどしている必要はなかったのだ後悔に似たものだのそれを自分で癒しむ気持ちだの 雑多な感情が帰着するところなく、血管の中をいたずらに駆け回っているのが、いわゆる煩悩なのである。丹座の吹く尺八は、ひたすらその感情の濁りから済もうとする必死な反省であるらしいが、よくよく業の深いこの男の生まれ証と見えて、彼が無気になってかかるほどには、その垂前の竹は澄んでこなかった。 コムソウさん、何が面白くて、今夜は一人で尺八を吹いているのだえ。街でもらいが多くあって酒でも買ってきたなら、わしにも少し酔わせておくれんか。御堂の床下から首を出してこういったおこもがある。そのいざりのおこもは、常に床下に住んでいて、自分の上で暮らしている丹座の生活を 王のように下から見て羨ましがっている人間だったおお前は知っているじゃろうわしがゆうべここへ連れてきておいた女子はどこへ行ったあんな玉を逃がすなんて法があるものか今朝おめえが出て行くと大きな刀を背に負った前髪の若衆が小猿と一緒に女子まで肩にかけて連れて行ったわ あの前髪が悪くない男ぶりだものおめえや俺よりは。床下のいざりは何がおかしいのか一人で笑っていた。